衛生文庫学芸員の伊藤と申します。戦国最強の家老というと直江兼続ですかね。あ、いえ、あの松井康幸になります。天下人が信長ですとか秀吉家康がその働きぶりを認めていまして、こちらの書状では比類なき働きであるというふうに康幸を褒めている書状になります。誰が褒めているんでしょうか。はい、信長ですね。こちらはですね、秀吉がその康幸の働きぶりを認めて、石見半国を与えて直参大名に取り立てようとするんですけれども、細川家の忠義からその申し出を固辞するんです。で、その話を聞いた秀吉は感動してこちらの茶壺を、康幸に与えたというふうに言われています。で、さらにですね、こちらはそのエピソードが家康の耳にも届くんですけれども、これに心を動かされた家康は、自分の愛蔵していたこの水差しを康幸に与えたと伝わっています。とこちらが戦国最強の家老の松井康幸です。で、こちらがその息子の松井家二代沖永です。はい、松井沖永の代になっても最強ぶりは健在でした。で、こちらの陣羽織ですけれども、あちらの肖像画の中の松井沖永が着用している陣羽織というのがまさにこの一両になります。葵の門ですか。はい、はい、沖永は江戸城のお手伝い武士、諸大名に課せられた土木工事になるんですけれども、そちらに加わっていまして、その働きぶりに将軍徳川家光が感心しまして、自らが着用していたこの陣羽織を与えたというふうに言われています。